悪魔なのに最近悪さをしてないから禁断症状が。お昼パンにしましょうか。どちらかというとご飯の気分ですな。そうかしら。あんたはパンが食べたいはず。そんなことないですな。ご飯は。いいえ、パンが食べたいって顔してるわ。はい、そうよね。パンが食べたくて仕方ないって顔してたもの。私、パン屋さんの匂いって大好き。イースト菌の匂いですな。この新作すごく美味しそう。もし、これにしようかな。こっちも美味しそう。あんた、まさか。52って書いてありましたの。だからって全部食べちゃう人がどこにいんのよ。人じゃねえですな。悪魔。じゃあ、この試食品の元となっているパンをこうしてちぎって、用事を刺しておけば、ほら元通りですな。何がほら元通りよ。売り物ちぎって置いちゃうバカがどこにいるの。ちゃんとお店の人に謝って、その分のお金も払うのよ。このハムロールの値札を、このチョココロネの値札と入れ替える。どう見てもこれチョココロネなのにハムロールとか。そのまた逆もしかり。あんた、なんで今日はそんなにいたずらばかりするの。ユリネが知らないだけで、今日に限らずいつもこっそりいたずらしてるの。カムよ。たまに悪魔の本能というか悪さをしないといらんないんですの。メデューサとミノスは同じ悪魔なのに、いたずらも悪さもしないじゃない。ねえ、そこは個性っていうかさ。何がっていうかさよ。風船が。お母さん、取って。あんな高いところに引っかかっちゃ無理よ。あら。ほら、あんた出番よ。何が。取ってあげなさいよ。嫌ですの。誰が人間なんかのために。あんたの身体能力をもってすればあんなのちょろいのに。そんなことあるけど。もうしょうがないですな。蛇もうだてりゃ木に登る。よっほーら取ってやったぞ人間の子供。嘘。ちょ待って、これ子供。あ、これどうやって持ってんだ。うわ、ちょっと待って。アスタラビスター。